検証いきましょう。最高。2021年夏、祇園北高校野球部はノーシードから決勝戦まで勝ち進み、旋風を巻き起こしました。今年春の大会では1回戦で広陵高校に敗れたものの、これまでの課題であった守備力を改善し、明るく夏に挑みます。声出したいから声出すとか、いい雰囲気になるために声出すとか、そういう義務感じゃないっていうところが今年のチームのいいところかなと思います。祇園北高校で古くから語り継がれている言葉が文武両道ではなく文武一道。勉強と部活動を分けるのではなく一貫して考える、その方針のもと野球部を徹底サポートしているのが科学研究部です。野球のことから体作りやメンタル面まで総合的にデータ分析を行っており、全国の高校生から大学院生まで集まる野球データ分析協議会で初めて高校生での優秀賞を受賞するなど、文武一道を見事に体現しています。自分が部活動で行き詰まっているテーマとか課題に感じていることを探究のテーマに設定して、その解決に向けてデータであったりとか、そういった数字であったりとかっていうのを使ってやっぱり分析して取り組んでいくっていうところが、最近は非常にこう力を入れて取り組んでいってるところです。祇園北野球部が現在取り組んでいるのがメンタルの可視化。血糖値を測るセンサーを24時間つけることで、緊張と興奮の指標であるアドレナリンを分析し、メンタルコントロールに生かしています。その研究の中でパフォーマンスが向上した一人が新原佑選手。2年生から背番号1をつけるエースです。去年までは本番で十分に力が発揮できない新原選手でしたが、血糖値を分析した結果、本番直前の夜に血糖値が上昇、緊張していることが分かりました。試合の前に急激に血糖値が上がってたりして安定してなかったので、前日や前々日にサウナに入ったり、当日に野菜を多く食べるなどして血糖値を下げるようにしたら、自分がピンチの場面になった時にいつもだったら緊張というか、なんかすごく気分が高まってなってるけど、いつもより落ち着いて投げれたのが変わったなって思いました。もう一人、3年生の川内翔吾選手も血糖値分析を経て勝負強くなった選手です。実はこの研究で野球以外でも思わぬ効果があったといいます。スマホとか見てたらやっぱ睡眠の質下がっちゃうんで、まあ、絵団子とか見る時間勝手に増えたんで、まあ模試の結果が上がりました。研究の中で結果を出す同期を見て、我こそはと手を挙げた選手もいます。和田匠選手、ダイソーなど重要な場面で起用されることの多い選手なのですが、気持ちが前に出すぎて、それがあのプレーでミスにつながったり、ちょっとこう本人も自分が思ってる以上に自分の力を発揮できないっていうことがあったと思うので、マジで怖い、すごい熱い、怖っ。自分は何かいいプレーをした時のその次のプレーで何かそのいい流れで行き過ぎて、なんか自分が思ったようなプレーができないことがやっぱりあるんで、それを改善できたらなと思って、自分はここ一番の場面で試合に出ることが多いと思うんですけど、その場面でしっかり自分の仕事ができるようにやっていきたいなと思います。最先端の研究を導入して考えられたハードな練習メニューは、雨の日も屋内でもみっちり行われます。驚くのは心身ともに疲れていく中でも、仲間を励ます声とそれに応える笑顔が絶えることがありません。その理由には、今も昔も変わらない高校野球の魅力がありました。練習とか試合とかしんどいこともたくさんあると思うんですけど、試合になった時にやっぱりチーム一丸となってみんなで笑顔でプレーするのがやっぱり楽しいなと思います。やっぱ自分が打ってそのピッチャーとか仲間が喜んでる姿を見ると、やっぱまあ頑張ってよかったなって感じれるのが一番いいですね。夏の初戦は7月14日、
新しいことを取り入れつつも野球の本質を忘れない祇園北野球部がこの夏もう一度大きな風を巻き起こします。チームとしてはやっぱベスト8とかっていう目標はあるんですけど、やっぱり一戦一戦全員で全力でやることによってその結果が出ると思うので、やっぱ全員でベンチメンバーもそうですしマネージャーの方もそうですしチーム全員でやっていけたらなって思います。